お散歩にやってきますよ。皆さん、カメラ準備しておいてくださいね。シャッターチャンス逃さないで。恐竜の鳴き声がしてきましたね。恐竜さんがお散歩に来ますよ。さあどうぞ。よかったらレストラン側にも大きく広がっててくださいね。改めまして、皆さん、ようこそジュラシックパークエリアへ。私はこのパークで恐竜の研究や飼育をしているパークレジャーです。もうすぐ恐竜たちがやってきますよ。今日は恐竜たちの体の形や大きさ、不思議さを観察してみてくださいね。皆さん、カメラの準備できてますね。さあ、恐竜さん、もうすぐ近くまで来ていますよ。どこから来るか、皆さん探してみてください。もうすぐそばまで来てるよ。どこから来るのかな。オスが飛んでくるかな。どう、見つかった？あ、見えてきましたよ。小さな恐竜の赤ちゃんです。ほら、とっても可愛いね。それでは皆さんに問題です。今やってきたこの子は何ていう種類の恐竜さんか分かりますか？じゃあね、お姉さん、今からいくつかお名前言いますね。これだと思ったら手を挙げて教えてください。いくよ。この子、空も飛べちゃうかもしれません。テラノドンだと思う人。テラノドンじゃない？じゃあ、お首の長いブラキオサウルスだと思う人。え、首は長くないかな。じゃあね、優しい人気者、トリケラノプスの赤ちゃんだと思う人。はい、皆さんありがとうございます。よく見ていましたね。そうです、この子はトリケラノプスちゃんです。よく見るとまだ小さいけど、ちゃんと角が3本ついてるんですよ。あ、見て、後ろから大きな恐竜さんが見えてきました。あの子は何ていう恐竜かわかるかな？スネゴサウルス。お兄ちゃん大正解。よく知ってたね。ほら、お返事してるよ。大きなスネゴサウルスが広場に入ってきました。何を食べるかみんなわかるかな？じゃあ、葉っぱだと思う人。葉っぱ。恐竜、詳しいお兄ちゃんが一番に手を挙げてくれてますね。じゃあ、お肉食べるんじゃないかなって思う人。いない？あ、もう後ろで答えを発表してくれちゃってましたね。そうなんです。男たちは葉っぱを食べる。マイペースに美味しそうに食べてますね。美味しい。でもね、葉っぱを食べる恐竜さんでも、トリケラトプスとステゴサウルスではお口の形が全然違うの、みんなわかりますか？ほら、トリケラトプスはおじさんのくちばしみたいでしょ。葉っぱを摘み取って食べるの。でもステゴサウルスのお口は牛さんみたいだよね。どうしたの？どうしたの？大丈夫、落ち着いて。大丈夫だよ。皆さん、刺激しないようにその場は動かないでくださいね。どうしたの？あれ？みんな、あそこ。ラプトルです。皆さん、ユニバーサルスタジオジャパンで飼育している恐竜は人を襲うことは絶対にありません。大丈夫、そこにいてくださいね。ラッター、ラッター、こっち、こっちだよ。さあ、私と見るね。ラッター、ラッター、こっち、いいよ、入ってみて。大丈夫、落ち着いて。ラッター、さあ、入ってみて。ラッター、みんなこっちにいるよ。さあ、入って。誰、大きな声出してたの。ラッター、はい、落ち着いた。脅かしちゃってごめんね。みんなが楽しそうだから早く仲間に入りたくて、ちょっと慌てちゃったみたいですね。あ、もうみんなのこと見てる。さあ、近くの人は手をまっすぐ上に上げて大きく振ってみて。ほら、じーっと見てますよ。しっかり心を通わせればき
っとお友達になれるはずですよ。ありがとう。ラプターよかったね。もうお友達ができたみたいですね。さあ、トリケラトプスのアツちゃんとステゴサウルス、そしてラプトルが皆さんに会いに来てくれましたよ。今日は動物を観察したり、そして耳を澄ませば鳴き声が聞こえてきますよ。恐竜たちのことをしっかり感じてみてくださいね。そこでお父さんお母さんも持ってって帰れば一緒にお写真撮れるんじゃないかな。上手にツーショット狙って頑張ってみてくださいね。ただ恐竜さんは私たち人間みたいにポーズはしてくれません。私たち人間はしっかり手を振ってこちらへ回って姿勢を引っ張ってください。
すごい。そうなんです。答えはステゴサウルスの脳みその大きさ、この9くらいしかないんです。すごく小さいでしょう。小さな脳みそで大きな体を動かしてるんですよ。まあ、とても小さいね。きっと大きな体を動かすために一日中おいしい箱を探してるんでしょうね。あれどうしたのなんか大丈夫、お口は大きいけど優しいよ。お友達になってあげて。みんなのことずっと見てるね。あ、一緒にお写真撮りたいじゃないですか。やったね。自然界では肉食恐竜とどうやって戦う場所もあります。でもここにいる子たちは仲良しだから大丈夫ですよ。一緒にお写真撮れそうですね。ありがとうございます。可愛いお写真撮ってあげてくださいね。女の子ですよ。ありがとう。